イーグルマカイ、トヨタは1991年から1993年までイムッサ g t p クラスに参戦したオールアメリカンレーサーズと TRDUSA が開発したプロトタイプレーシングカー。フロントフェンダー後方の巨大な切りかき機。ここからフロントアンダーフロアの気流を吸い出し、地面効果を発生させる。エンジンは 直列4気筒シングルターボの 3SG 型。これは g t p 規定で設定されていた最低重量の関係で必ずしも多気筒大排気量のエンジンは有利ではなかったことが大きな理由である。加えて直気温のコンパクトなレイアウトは前後重量配分の調整や空力開発でも大きなメリットがあったとされる。最大出力は性能調整の関係で シーズンにもよるが700から770馬力を発生した。モノコックはカーボン製。ラジエーター、インタークーラーはコックピット側面に配置される。デビュー当初はルーフ上にリアビューカメラを設置し、運転席内のモニターからマシン工法を確認できるようになっていた。武骨長い観のイーグル魔界だが、実は高い空力性能を持っている。 マシンのフロント下部から取り入れられた空気は、フロントフェンダー後方に大きな吸い出し口を持つ、フロントディフューザーで強いダウンホースを発生し、リアディフューザーで再びダウンホースを発生させる。リアディフューザーの吸い出し効果向上を目的に1992年の第9戦ラグナセカから2段式、リアウィングを装備するようになると、さらに空力性能は向上した。 イーグル・マカイは2段式、リアウィング装備前でも、時速200マイルで6760ポンドのダウンホースを獲得していたが、2段式、リアウィングを装備すると、ダウンホースは、時速200マイルで9275ポンドへと、跳ね上がった。これは、同時期の F1 マシンのダウンホース量の3倍以上に、達した。これには、アメリカの常設サーキットは、 ヨーロッパに比べて路面が荒く、ストリートコースも多いことから、サスペンションに対する許容度の広さとそれに合わせた高度な空力技術が求められていたことが背景にある。なお、イーグル MK1 は1986年にテストしていた試作車、MK2 は HF89 及び、その改良型である HF90 のことであるが、これらは、 現役時代はいずれもそのようには呼ばれず、MK3 の登場以降に後から続称としてナンバリング付けをされている。ありがとうございます。